やっほー、小学生のみんな。もうそろそろ冬休みも終わりですけれども、みんな息してるか？鬼でーす。これは砂ですね。ちょっとね、舐めてみましょう。うん、これね、なんかちょっとほのかに甘いんですよ。ちょっとね、甘みがあります。これね、砂糖が混ざってます。そしてこの砂の中には大量の微生物がいます。何億、いや何兆、ものすごいおびただしい数の微生物がね、この砂の中には含まれております。潜んでます。こっちでブンブン言ってる虫はキイロスズメバチですね。これ冬眠させてたんですけれども、ちょっと部屋の中が暖かいものですから、なるべく寒いところに置いてたんですけれども、起きてきてしまいました。それで今ね、羽をブンブン震わせてね、お怒りです。ほら、危ない、危ない、危ない、うわー、危ない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 。今日はね、この怒り狂ってるスズメバチを、この大量の微生物が潜んでる砂の上に落としたらどういうことになるのか実験してみようと思います。ただね、今この微生物眠ってますので起こさないといけません。休眠してますんでね。微生物を活動させるためにね、ちょっと水を加えましょう。この砂の中にね、ほら、お水が吸収されていきますね。水が、うわ、ちょっと水が溢れてきた。危ない、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 ちょ、水が溢れてきたかな、おい。まあいいや、まあいい、まあいい、まあいい、まあね、何事もね、これハプニングはね、つきものですから。でね、この水分を含みますと、このね、砂がドロドロしてきますから、そのドロドロがスズメバチの肝に入ったらスズメバチね、窒息しちゃうんで、ですからね、このドロドロが入らないように足場を作ってあげましょう。この上に乗せる前にね、めっちゃ溢れてくるめっちゃ溢れてくる、やばいやばいやばい、うわ、ちょっとこの器に大量に盛りすぎたな。めっちゃこぼれんねんけど、あー、まあしょうがないね。よし、もう全部全部水入れよう。うわー、めっちゃこぼれとる。もういいや、もう周りにね、散らかしちゃいましょう。さあ、目覚めよ微生物たち。これ砂というか泥になっちゃったね。まあいいけど、砂っつうか泥だな。でも水分含ませてあげないとね、この子たち活動しませんから、微生物ちゃんたちが。うーわ、やばい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 、うーわ、やばいやばいやばい、うわー、やべえぞこれ。じゃあこの上にスズメバチ乗せますけども、足場を作ってあげましょうね。そうじゃないと溺れちゃいますからね、こんなドロドロになってたら。溺れさせちゃかわいそうなんで、あ、ちょっと待って、向きを、向き、こうこうこう整えましょう。あ、なんかドロドロすんな、マジで。さあさあ、乗れスズメバチ。乗ったな、乗ったな。それではそれでは、蓋をして閉じ込めましょう。飛ばれたら大変ですから、飛ばれたら大変ですからね。はーい、じゃあこの状態でしばらく待ちまーす。スズメバチが泥を舐めてますね。まあ、糖分が含まれてますからね、甘いんで、甘い匂いがするんで、多分それで、あ、糖分だっつってね、反応して舐めてるんでしょうね。あ、いいよいいよ、舐めていいよ、スズメバチちゃん、しっかりお舐め。舐めてますね。美味しいのかな、美味しいのかな、舐めてますね。ちょっと容器をトントンしてみましょうか。トントン、トントン、トントン。反応しませんね、夢中で舐めてます。微生物入りなんですけどね、微生物美味しいのかな。あ、しまった、閉じ込める前にあの下掃除すればよかった。あの液体にスズメバチがついて、それでスズメバチ窒息したら大変ですから、ちょっと掃除しましょうか。ごめん、ちょっと掃除するわ。しっかり清掃させていただきました。そして汁気を吸収するようにキッチンペーパーを敷いてあげました。それではもう一回閉じ込めます。はい、何やら泡が出てきましたね。気体が発生しているようです。なんかガスが発生してますね。そしてスズメバチはちょっともがいてますね。出せーっつってね、ちょっともがいてます。泡が溢れてきたことによって、やっぱりね、汁気が下に溜まってますね。汁が、あー、えぐいなー。もうスズメバチは舐めないんでしょうかね。舐めないのかな。閉じ込めてから2時間ほどが経過しました。なんかね、結露してますね。そして泡が結構立ってきてますね。てか、スズメバチどこ行ったんや、スズメバチどこ行ったんや。あ、おった。ん、なんかひっくり返って、あれ、麻痺しとんじゃね。あ、ピクピク動いとるから、生きてはおるけども、なんか麻痺しとるで。あれ、ほぼ麻痺してますね。ひっくり返って麻痺してきてます。これは普通に行動してたらね、こんなひっくり返るなんてありえないんですよ。さらに30分が経過しました。麻痺してきてますね。
これはね、一体どういうことなのか、今から説明します。これ、ここに何混ぜたのかね、今から説明しますね。これはお砂糖です。甘いです。これにはまだ何も加えていません。このお砂糖にですね、このドライイースト。このドライイーストを加えていきます。これね、中に酵母が入ってるんですよ。イーストって酵母のことなんですね。酵母という微生物が入っております。酵母って知ってますかね？菌類なんですけどね、単細胞の菌類なんですよ。この中にパンパンに入ってます。それではこれ、ハサミがいるのか。ハサミがないんでね、包丁で開けます。ふいし、じゃあここに、おお、このつぶつぶがイーストなんですね。うえー、うわ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 、これですよ。これが大量の微生物です。このつぶつぶの中にね、酵母が入ってるんですよ。酵母、酵母の細胞が入ってるんですね。もうちょっと入れようか。もうちょっと。ほらほらほら。たっぷり混ぜましょう。もう全部入れちゃおうかな。全部。ほら。うわぁ。これ。やべえぞ、これ。どんだけ入ったの？多分何億何兆という数の酵母がね、この中には入っていると思います。これ今ね、これ真空パックされてたんで、その酵母が休眠してる状態なんですね。で、これに水を加えて、で、適温にしてあげると、酵母がこの糖類を分解して二酸化炭素とアルコールを生成するようになるんですよ。その二酸化炭素とアルコールで、虫がね、呼吸できなくなって、酸欠になってね、動きが麻痺してしまうという、そういうわけですな。そういう仕組みだったんですね。というわけで、この泡の正体は二酸化炭素だったんですね。パン酵母から、イーストから発生した二酸化炭素がこの泡の正体です。そしてその二酸化炭素が充満して、ハチさんが麻痺してしまったんですね。昆虫を麻痺させるときに炭酸ガス使うんですよ。炭酸ガスっていうのはね、二酸化炭素なんですけども、二酸化炭素を容器の中に充満させてやると、酸欠状態になって、それで一時的に代謝が止まってしまうんですよ。ずっとそのままにしといたら窒息死してしまうんですけどね。その、動きが止まるぐらいまで、二酸化炭素を中に入れておいても大丈夫なんでね。あ、ピクピクしてきてますね。ちょっともう開けてあげましょうか。ほい。開けてあげました。二酸化炭素で動きが麻痺してきてて、思うように動けないみたいです。ちょっと動きがぎこちないですね。今だったらね、ついても大丈夫な気がします。危ない危ない危ない。ほら、あ、でもちょっとこれでもね、今このね、封印を解きましたから、封印解いちゃったんでね、普通に酸素吸えるようになってきてるんで、どんどん、ね、あ、回復してきた。ちょっと回復早いな。これ閉じ込めとかないかんだわね。これ出すとすぐに回復しますね。ね、見てください。これ泡がね、発生してきてて。ほら！すごいことになってる。これ二酸化炭素ですよ、この気泡は。そしてちょっとアルコールの匂いがしますね。パンの生地の中にドライイーストを練り込むことで、そのパンの小麦粉の炭水化物を分解して、二酸化炭素とアルコールを発生させるんですよ。で、加熱したらね、アルコールは飛んじゃうんですけども、こう二酸化炭素が生地の中でね、たくさんの気泡になるんです。こうやってしてね。これパンなんですけど、こうパンを割ると、中になんか、この空間がありますよね。ちょっと空間が、隙間が空いてますよね。ちょっと。これね、このイーストによってできた二酸化炭素が作った気泡の跡なんですね。生地の中で気泡がたくさんできて、それでね、生地がぷくって膨らんで、で、ふっくらしたパンになるわけですね。あ、そう、おいしいな。あ、パンパンパン。いや、でも酵母の力すごいですよね。こうやってスズメバチ麻痺させちゃうわけですから。いや、微生物も侮れないですね。だからこの後片付けがやばいな。ほら、見てください、この気泡。うわー、やばいねー。というわけで、大量の微生物が潜んでいる砂というか泥の上にスズメバチを乗せて、で、この蓋で、ね、閉じ込めた結果、二酸化炭素がこの中に充満いたしまして、そのせいでスズメバチが麻痺してしまいました。あ、勉強になったね。酵母も侮れないですね。酵母の力でね、スズメバチを麻痺させることができるんですよ。このままね、ずっと閉じ込めといたらスズメバチ死にますからね。ですからね、酵母ってやばいんですよ。酵母はね、スズメバチよりもやばい。こうやってパン作っちゃうわけですから。ほら、パン。美味しいですよね、パン。うん、うまい。炭水化物の味がする。炭水化物ですよ。皆さん、パン食べるときはね、もう酵母に感謝して食べてください。酵母ちゃんありがとうって言ってね。うめ。
それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。危ない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